最後の3ターンは良かったです。で、ところどころね、やっぱちょっとまっすぐ行ってからタンコが小回りのタンコになっちゃってるのがあるんで、はい、必ず大きく繋いできてください。柔らかいんで、一回ドーンってやったらもうそれでタイムを落としちゃいます。もっと外径取っていいんです。外径、はい、はい。もうそれ一生懸命やる。それだけで、あのここ来る価値がありますから、はい、はい、頑張ってください。いや、なかなかいいじゃないですか。いやいや、また無理しないでくださいね、はい、もう一本だけ滑らせて、はい、やっぱ足元ももっと使うといいです、はい、腰、今ちょっと腰ポイントになる。おお、ここが次が柔らけんだ、雪がこのところ。ちょっと悪い意味で外光が強くなりすぎちゃってるんで、単純にもうちょっと外スキーしっかり乗っていきましょう。そうすると体開かなくなります。なんか今は割と長く乗ってて良かったですよ。良かったですか。もうちょっとスキーシェーレスしてくるかなと思ったけど、はい、しなかったんで。いや、アンギレーションないな、この人。これさ、やっぱりアンギレーション取りましょうよ。はい、ちょっとアンギレーションがなさすぎ。やばかった、今。それでやっぱ騙されちゃうのね、ハイスキーが。加藤さん、ダブルのところは二段モーションならないようにしましょう、はい、あれは青を狙ってきたら絶対ああいう風にならないんで。高い人がやってるね。こういうところ一回来てます。ちょっと高橋さんね、かかとをやっぱ送り出すな、昨日もそうだった。高橋さん、昨日言ったようにちょっとテールを送ってますね。送ってます、はい、うん、このゆったりしたセットであそこまでテールを押しちゃうと、はい、多分すごい遅いです。わかりました、はいはい、遅くなっちゃいます、はい、右ターンの腰を回るのをちょっと今日修正しましょう。そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい。